ファイナリティブラスト、バースト。大丈夫かラウリー。平気です、ジェラード姫。なんとか。傷は浅いぞ、しっかりしろ。すみません、アリューゼさん、足手まといになっちゃって。気にするな、鼻からお前の戦力は当てにしちゃいないぞ。言い過ぎだぞアリューゼ、ラウリーは戦いに慣れていないだけじゃ。危ない。油断するな、みんな、敵はまだいるぞ。すまぬバルキリー。どうやら戦いに不慣れな者がもう一人。ふん、ニーベルン・バレスティ。やっと片付いたか。思ったよりもレベルの高い敵であったな。言い訳か、それは。違う。いい加減にしろ、二人とも。この洞窟にはもう不死者はいない。次へ行くぞ。おう、そうしようぜ。こんな陰気な場所はうんざりだ。早いとこお天道様拝みてえや。したんだよ、朝か。そんなに息を切らして。ああ、ベリナス様、よかった。髪をこんなに乱して、それに服も汚れている。もしかして転んだのか？怪我はないか？はい、大丈夫です。一体何があったというんだ？足音が。足音？誰かにつけられて。何？まさか盗賊？それとも人さらいか。いえ、あの、どうした。そんな気がしただけで、私の勘違いかも。あそれでつまずいたのか。慌て者だな、朝川。しかし怪我がなくて何よりだ。お前に万が一のことがあったら、こんな夜遅くに急用だったとはいえ、使いに出した私が悪かった。許してくれ、朝香。そんな、ベリナス様、もったいのうございます。さ、着替えておいで。今夜はもういいから。はい。言えない、ベリナス様にこんなこと。死んだ奥様の声が聞こえたなんて。この泥棒猫。不死だらな小娘が、お前がベリナスを誘惑したんでしょう。私にはわかるのです。ベリナスがお前を見つめる目。お前がベリナスを見つめる目。恋する者同士の目だということが、汚らわしい。いつからなの？いつから二人はできていたの？お許しください、奥様。決してそのようなことはありません。どうか、安らかにお眠りください。いつ見てもいい眺めだな、ラウリー。空の上ってのはよ、このミッドガルトの大陸が、生きてた頃は無限の広さに思えた世界が、こんなにちっぽけに見える。本当ですね、アリューゼさん、気持ちがいいな。まったくじゃ。コリ式の広さの土地をどうして我がアルトリアだけで収めることができぬのか、不思議なことじゃ。何がおかしい？まだお姫様気分でいるのか、ジェラード。
俺たちはもう死んでるんだぜ。だからなんじゃ。生きていようが死んでいようが、わらわがアルトリアの王女であることに変わりはない。国葬をもって弔われ、命日ともなれば進化の者たちはもちろん、国民こぞってわらわの冥福を祈ること、長き将来まで及ぶぞ。そりゃごたえそうなことだ。疲れるだろうな、家来も国民も。娘を亡くした国王の自己満足に付き合わされて。ハリウゼ、貴様、わらわばかりか父上まで愚弄する気か。その不敬な態度、万死に値するぞ。万死も何も俺たちはもう。黙れ黙れ黙れ。頭を冷やせジェラード。俺が言いたいのは、死んでしまった俺たちに生きてた頃のしがらみなんかもう関係ないってことさ。見ろよ下界の有様を。国土は乱れ、農地は荒廃し、難民と親を亡くした孤児たちと食うに困って盗賊になり下がった者たちで溢れてる。国王や貴族どもの野心と兵士や傭兵たちの欲望がなした結果だ。彼らを責めてるわけじゃないさ。かつての俺もそうだった。俺はただ自分の力を誇示して、他人との優劣を比較したいがために、大義だの正義だのという信念もなく戦いに身を投じていたのだから。だが俺たちは死んだ。生きていた頃の己の愚かさに振り回される必要はもうないんだ。エインフェリアとして生まれ変わらなければならない。だからジェラード、お前もお姫様気分を早く捨てることだな。父親である国王のことも忘れろ。そうでしょうか、アリウゼさん。忘れることが、生きている人たちへの思いを捨てることが、僕たちにとって本当に必要なんでしょうか。わらもラウリーに同感じゃ。わらわを育て可愛がってくれた父上の恩を忘れることなどできはしない。王女としての誇りを捨てることなどできん。僕にもできません。愛する人を忘れることなんて。遅いなあラウリ、約束したのに。ごめんミリア、また。ううん、いいの、私ここが好きだから。それよりほら、こうやって木々が揺れる音を聞いてみて。森全体で鳴ってると、まるでさだ波の音みたいでしょ。気にしたこともなかったな。ま、樹海って言葉もあるしね。うん、だからラウルもここに来てほしかったの。どうして。海に行くんだよね、兵士として。戦争に。知ってたのか。うん、だからお母様があなたのことは忘れろって。そう言われても仕方ない。そんなこと言わないで、待ってるから。ここに来ればあなたの居場所を感じられるもの。ううん、居場所だけじゃないわ、ラウリーのことだって感じられるから。まるで一緒にいるみたい。ミリア、僕は死なない。だから待っていて。戻ってきたら結婚しよう。ラウリー、今日ね、お母様がお見合いの話を持ってきたの。もちろん断ったわ。身分とか家柄とかそのことばかり延々と私に言って聞かせるの。バカみたい。止めて、誰か止めてよ。信じられない。ラウリー、
ごめん、メリア。僕はずっと見守っているから。バルキリーは僕に言いました。人の死は残された者にとってその絆が強ければ強いほど、残された者が弱ければ弱いほど、痛いほどに心を縛りつけるものなのだと。ミリアは僕のことを思い続けるあまり、心が死んだも同然になっていました。生きている人間にも忘れることが必要だってことさ。だからこそ俺たちは忘れてやらなきゃならない。生きている者たちが未練や絆、そういった思いを断ち切れるように、お互いに恨みっこなしで済ますために。違う、絶対に違う。それはお前の思い上がりじゃ。僕はミリアに会いに行ったんです。死んだ人間が生きている人間に何もできないわけじゃないってバルキリーに言われて、ミリアは僕の胸で泣きました。でもそれは悲しみの涙なんかじゃなく、癒しの涙だった。僕はそう信じています。彼女の心に僕との思い出がよみがえり、その中で僕が生き続けることで彼女は心の死から立ち直ったんだと。都合のいい解釈だな。そうかもしれません。僕の勝手な思い込みかも。でも人間というのはそういうものなんじゃないでしょうか。経験が思い出となり、楽しい記憶と辛い記憶が同居し、真実と誤解が混ざり合い、その積み重ねで今の自分という個性がある。生きていた頃のしがらみを忘れ、自分がしでかした愚行を忘却の彼方に追いやるのは、それはつまり過去の自分ばかりでなく今の自分をも否定することになりませんか。アリューゼさん、あなたは生きていた頃、他人との比較でしか自分を確認できなかったって言いましたよね。それで傭兵になって優劣を競ったと。けどだからこそあなたは戦いの場で自分を鍛え上げ、国王に認められるほどの強い戦士になれたのではありませんか。俺はアリューゼよ。お前は先ほど国王や貴族、兵士や傭兵の強欲な野心がミッドガルドを荒廃に導いたのだと申したな。国王や貴族に領土拡大の欲があるのはわらわも認めよう。また傭兵が金次第で簡単に敵方に寝返る奴らであることは、同類であったお前も承知している通りじゃ。だが兵士は違うぞ。無論彼らにも報奨や出世の意欲はあろう。しかしそんなものは命を懸けるに値するものではない。それでもなお兵士たちが戦において命がけの戦いをするのは、金でもなく欲でもなく、国を守るという大義、兵士としての誇りのためじゃ。国こそ違え、ラウリーもそのために死んだ。生きんがために人間は愚行を働くのだと申すなら、ラウリーも兵役など拒み、恋人と手に手を取って逃亡してもよかったはずではないのか。ふん、やはり世間知らずのお姫様だ。兵役拒否や逃亡がどんなに重い罪か知らんと見える。家族にまで罪が及ぶんだぞ。逃げた自分のせいで親や兄弟が代わりに処刑されるかもしれないんだ。見せしめとしてな。ラウリーは家族を人質に捕らえていたも同然なんだ。それは誠か、ラウリー。ええ、でも僕はだからっていやいやながら出征したわけじゃありません。姫のおっしゃった通り、国のため、そこに住む家族の生活のために戦ったつもりです。軍国主義のクレルモンフェランでは兵役拒否が許されない雰囲気だったのは事実ですけど。なれど我がアルトリアは違うぞ。違うはずだ。決してそのような。お互い話が煮詰まっちまったみたいだな。ここら辺で第三者の意見でも聞いてみようぜ。おい、バルキリー、
さっきから黙ってるが、何か言いたいことはねえが、戦乙女さんよ。数えきれないほどの死に立ち会ってきたあんたなら、ありがてえ意見ってもんがあるだろう。俺たちは、生きてた頃の絆やしがらみなど、切り捨てるべきなのか、それとも大事に抱えとろとでも言うのか、どっちなんだい。聞こえる。なんだって。生を貪り、死を冒涜する者たちの気配。ヴァンパイアだ。チッ、ごまかしやがって。なんて綺麗な花。ねえベリナ様、これ名前知ってますか？朝か。そんなに行きたくないのか？人の売り買い、好きじゃありません。見るのも嫌。仕方がないことだ。私の妻も召使いのマリアももういないんだ。お前一人で屋敷を切り盛りするのは無理だろう。ベリナス様に買われる人は幸せ。それはいいの。でも他の人たちはみんなかわいそう。私見たくない。朝霞に来てもらわないと困るんだ。異国の言葉は私にはわからないし、働けそうな子を選んでもらわないと。それが嫌なんです。私の一言が人の一生を左右するなんて。花ならいいのか。召使いを選ぶのは花を摘むのとどう違うんだ。ほら、こうしてお前の髪に飾るととてもよく似合う。こうなることがこの花の運命だったんだ。運命？そう、神によって定められた。申し訳ありません、旦那様。この子があんまりかわいそうだったものですから。こんなに華奢で痩せてちゃ誰も買い手がつきませんもの。そうしたら奴隷商人のやつら性悪な盗賊団に売り飛ばすかもしれません。それで見ていられなくて、つい。その、私の給金はしばらくいりません。ですから旦那様、どうか勘弁してください。父さん、もういいだろ。この子は俺とマリアで何とかするからさ。まあいい。我が息子ベリナスの頼みであれば仕方あるまい。その代わりにマリア、お前が責任を持って教育しろ。ありがとうございます。ありがとうございます、旦那様。しかしマリアも無茶するよ。すいません、ベリナス坊ちゃん。いや、いいよ。それよりこの子の名前は何て言うんだ？アサカです。アサカ、和人の子か。はい。そうか、あんなに遠い辺境の島国からこんな子供が。どれ、アサカ、顔を上げてごらん。やっと顔を見せてくれたね。怖い人はもういないから泣かないで。運命？妻やマリアが死んだのも運命だというのか？父や多くの仲間が戦死したのも運命と言えるのか？自分が今ここにいるのも運命の賜物なのか？朝霞と出会ったことさえも。お飲み物のおかわりはいかがですか？ベリナス様？ん？どうなさいました？さっきからずっと黙っておいでで。ああ、いや、なんでもないよ、朝霞。もしかして怒ってます？今日の昼間のこと。昼間？奴隷市場でのことか？私、役に立ちそうな人はいないって言ったけど、それは嘘。本当は子供がいなかったから。ベリナス様に買ってもらえる幸せを、どうせなら子供を救ってあげたくて。だから嘘を。分かってたんですね。分かっていながら
ベリナス様は無言でうなずいて、それでお怒りに。怒ってなどいないよ。え？じゃあ。考え事をしていたんだ。この屋敷は私には広すぎる。そんなことを。父が死に、マリアが死に、妻も死んでしまった。妻はまだ若いミソラだった。私が殺したようなものだ。ビルノアの侵攻に備えた防衛部隊増強の仕事にかまけすぎ、妻の相手をしてやる暇もなかった。医者がサジを投げた病は、寂しさゆえだ。私が彼女を孤独に追いやり、心を病ませてしまったのだ。この屋敷は広い。私には広すぎる。高価な調度品や骨董品、名だたる名画、貴族としての伝統や格式で埋め尽くされているが、私にとっては空虚なガランドーム同然だ。ベリナス様。テーブルに座らないか、朝香。え？夕食を共にしておくれ。お前はいつも私の後ろに控えてばかり。私の目に映るのは、だだっ広いテーブルと、ポツンと置かれた一人分の食事、わびしく揺れる食台の炎だけ。そんなものが晩餐と言えるだろうか。私は、召使いですから。そうだったな。私とお前とでは身分が違う。あまりにも違いすぎる。すまない。いくら主人の命令でも、朝香には迷惑な話だったな。ベリナス様。助けて！誰か！助けて！捕まえたぞ。うまそうな匂いだ。若くて新鮮な娘の血の匂いだ。許して、 お願い許して。ダメだ。お前の喉を食い破って血をすするのだ。さぞかしうまだろう。やだ、その調子だ。恐怖に怯え、絶望に駆られた人間の血は一段とビビになる。泣け、叫べ。泣き叫ぶのはお前の方だ、ヴァンパイア。死を冒涜する者よ。主神オーディンの名において汝の魂を滅す。バルキリー、手加減しなくていいんだろ。聞くまでもあるまい。娘を襲う不埒な化け物に手加減などいらぬ。叩きのめしてやろうぞ。僕の指で援護します。思う存分戦ってください。ジェラード姫、アリューゼさん、任せたぞ。ラウリー、いくつの乙女とエインフェリアの一個か。これはまずい。引き上げだ。そうはさせるか。逃げられると思うなよ。俺たちは今機嫌が悪い。話に決着がつかなくてな、スカッとしない気分なんだ。悪いが相手になってもらうぜ。よくも、こうならいいわけだ。貴様ら全員ぶっ殺して一滴残らず血をすすってや。やれるもんならやってみな。ハイウィンド！バーストレイヤーストーム！とどめだ！イーベルンバラスティン！うわぁ！皆の者、よくやった。お前に言われる筋合いはないぜ。大丈夫かな、この娘さん。うわ、助けて。逃げてった。ラウリーの顔がよっぽど怖かったんだな。そんな、
冗談に決まってんだろ、色男。バルキリー、今の化け物が我らをこの町に誘ったヴァンパイアか？ああ、だが小物の方だ。つまらない雑魚だ。他に大物がいるってことかい？鬱陶しいな。一体ヴァンパイアはどのくらいの数存在しておるのじゃ？数えきれぬ。そんなに？わらわは生前ヴァンパイアなど一度も見たことがないぞ。お城の中の箱入りお姫様じゃ無理もないさ。ヴァンパイアの方だって生意気な小娘の血なんか臭くて飲めんと敬遠したろうし。その小娘というのはひょっとしてわらわのことか？他に誰がいる？プレモノ！まあまあ、二人とも喧嘩してる場合じゃないでしょ。ヴァンパイアのこともっと聞きましょうよ。僕だって噂程度にしか知らなかったんだから。ヴァンパイアたち不死者がその数を増したのはここ最近のことだ。ミッドガルトの各地で著しい繁殖が見られる。戦乱のせいもあるだろう。戦火に巻き込まれて罪もない大勢の人々が死に、その非業の死ゆえに彼らの魂は怨念に染まり、自らの性に未練を抱いて死者として復活する。要するに自分が死んだことも分からずに歩き回っている、うっかり者の死体ってことだな。言い過ぎだぞアリューゼ。彼らは戦争の犠牲者だ。哀れむべき人たちだ。戦争を起こしている張本人と同類のくすしてよく言うぜ。うるさい。まあまあ。けれど不死者の増加は戦争のせいばかりではない。非業の死を遂げても不死者として復活するのはごく少数の者たちでしかない。不死者の中でも特殊な存在であるヴァンパイアはなおさらだ。ヴァンパイアはヴァンパイアに血を吸われた犠牲者なんですよね。ほう。すると一番初めのヴァンパイアはどうやってなったんだ？ヴァンパイアの起源については私にもわからない。悪しき神の仕業か、あるいは呪いの力なのか。いずれにしろラウリーの言う通りだ。ヴァンパイアを生み出すのはヴァンパイアのみ。そして彼らが増えつつある最大の原因はおそらく神々の最終戦争、ラグナロク。ヨツグヘイムは巨人族の計略だったか？ありえないことではないが、多分それはないだろう。巨人族といえども神々に等しい存在。不死者のような汚れた者たちと関わりになろうとはしないはずだ。深海戦争ラグナロクの混乱に乗じて地上界ミッドガルトばかりか、深海バルハラまで支配しようと企んでいる邪悪な何者かがいるのかもしれない。増殖しつつあるヴァンパイアはその何者かの兵力として作り出されている。オーディンにも敵が多いんじゃの。統治者の悩みの種じゃ。もう夜半を過ぎたというのに眠れん。まぶたの裏に顔がちらつく。闇の中でさえくっきりと。朝か、私はどうしてもっと素直に言えなかったのか。食事を共にする相手が欲しいのではなく家族の団らんが欲しいのだと、家族になりたいのだと、お前が恋しいのだと。だが所詮それは叶わぬ夢だ。私と朝か、貴族と奴隷、結婚が認められるはずがない。愛人として囲うことはできよう。しかしそれでは世間の笑い者、貴族社会のつまはじきになってしまう。ベリナス様、あなたの言葉が耳に残って眠れません。テーブルに座らないか、朝か。夕食を共にしておくれ。どうしてだろう。どうしてあの時私は素直になれなかったの。はいと言いたかった。喉まで出かかってた。
なのに飲み込んでしまった。足がすくんでしまったのよ。体が凍りついてしまったの。あんまり嬉しかったから、いつも夢見ていたことだから。ベリナス様と一緒に座る食卓、台所の片隅で一人ポツンと食べるんじゃなくて、ベリナス様の後ろに控えて背中ばかり眺めるんじゃなくて、目と目で見つめ合い、おしゃべりをして、おいしいねって同じ食事を楽しむの。贅沢な食事じゃなくていいから、パンとスープだけで構わないから。私は何を恐れているのだ。この屋敷が伽藍堂だと、貴族の伝統や格式が虚しいものだと大層な口を叩いておきながら、その無意味さになぜそれほどこだわるのだ。温かな団らんよりも、愛しいものとの語らいよりも、朝霞よりも、貴族としての立場が大事だなどというのか。とんだ愚か者だ。どうしてかしら、私はすくんでしまった。幸せが怖かった。幸せになったら不幸になってしまう。なぜそんな風に思ってしまったの。だってそうだもの、決まってるじゃない。私の幸せはベリナス様の不幸せ。こんな身分の女と恋仲になったら、ベリナス様の貴族としての面目は丸つぶれになる。防衛部隊の指揮官の立場も危うくなる。みんなから後ろ指を刺されることになる。ベリナス様をそんな不幸にさせるわけにはいかない。私のせいでベリナス様が破滅するなんてことあってはいけない。そうだ、私は愚か者だ。身分の違いなど馬鹿げたことだと笑い飛ばしていたくせに、結局は貴族として当然の選択をし、父に勧められるまま妻との縁談を承諾した。心の奥底でくすぶり続ける火種に気づかぬふりをして、朝霞のことなど眼中にないと己を偽り、巧妙な詐欺師め。私というやつは妻をいたわり大切にするふりをして夫の役を演じていただけなのだ。そんなものが長続きするはずもない。やがて私は産みつかれ、妻を避けるように仕事にのめり込んでいった。許してくれ妻よ、私の裏切りを。だが私はお前の死に対して償うことができない。これからもずっと裏切り続けるだろう。愛しているのだ、朝霞のこと。理由はそれだけ。ベリナス様のためを思って私は身を引いたの。違う、あなたはずるい女よ。自分をごまかしている。本当は、本当の理由はもしかして片思いかも。ベリナス様はただお優しいだけで、こんな身分の女にも紳士的なだけで、私に好意を持っているのとは違う。そんな気がして不安なんでしょう。ベリナス様に愛を告白して拒絶されたら、現れたら、迷惑に思われて嫌われでもしたら、本当はそれが怖いのよ。卑しい身分の女、そんな女を貴族のベリナス様が本気で相手にするはずないもの。ありえないもの。私に所有されている身分、もし私が愛の言葉を口にしたら、朝霞は受け入れてくれるだろう。拒むはずがない。主人に言われて拒めるはずがない。しかしそれでは朝霞の本当の心はわからない。私が欲しいのは貸し付く者の従順な態度ではない。本当の愛、朝霞の心が欲しいのだ。どうすればわかるの。
ベリナス様の本当の心を。私が子供の頃からベリナス様はとても優しかった。親切にしていただいた。妹のように可愛がってくれた。私もお兄様のようにベリナス様を慕って、いつしかそれ以上の感情を抑えきれなくなって、でもベリナス様にとって私は今でも単なる妹。女としては見てくれてないのかも。アサカよ、子供の頃から愛くるしかったアサカよ、私は妹のようにお前のことを可愛がり、それがいつしか妹以上の存在となったのだ。年頃になったお前が私の目に眩しく映り、大人になったお前が私の胸を苦しくさせ、我が心を悩ませ、主人に仕えるものではなく、所有される身分のものでもなく、その奥にあるお前の真実。ベリナス様、あなたの真実が知りたい。愛してる？愛してない？愛してる。愛してる、アサカ。アサカ。アサカ。風？窓が開いてるのかしら？ちゃんと閉めたはずなのに。アサカ。アサカ。よくも。お許しください、お許しください、奥様。朝か、朝か。はい、奥様。何ですかこのランプの埃は。ちゃんとお掃除したの？はい、奥様、そのつもりですけど。つもり？つもりじゃダメでしょ、埃が残ってるじゃない。見てみなさいこれを。申し訳ありません。本当に役立たずなんだから。申し訳ありません、申し訳ありません。朝か、朝か、ご覧なさいこの服、ボタンが取れてるじゃないの。一度洗濯物に出したらこのざま。一体どんな洗い方をしたの？すぐにお付けいたします。ほんと使えないわね。仕事もろくにできないくせにサボることばかり一人前なんだから。なんてことをしてくれたの朝か。申し訳ございません奥様。大切なお皿をどうしてくれるの？申し訳ございません。謝って済むと思うの？本当にお前って子は。ああいいじゃないか、何枚もあるうちの一つだ。そう高価なものじゃない。あなたは甘いんです、ベリナス。これはしつけの問題です。もしお客様をお招きした時にこんな粗相があったら。お前が厳しすぎるから朝かも緊張して失敗したんだ。そんなに責めるな。いいんです、ベリナス様、私がいけないんです。誰にだって失敗はある。気にしなくていいんだよ朝か。お優しいこと。この泥棒猫、不死だらな小娘が。お前がベリナスを誘惑したんでしょう。私にはわかるのです、ベリナスがお前を見つめる目、お前がベリナスを見つめる目、恋する者同士の目だということが。汚らわしい。いつからなの？いつから二人はできていたの？お許しください奥様、決してそんな。嘘をおっしゃい。お前のせいであの人は、ベリナスの心は。ああ、よくもお前は、お前というやつは。ああ、お許しください、お許しください奥様。アサカ、アサカ、お前は憎らしい。お前のせいでベリナスは私を愛してはくれなかった。私がなぜ死んだかお分かり？許せなかったのだ、どうしてもお前が。だから死を、我が命をもって生贄となし、
お前に死を共に落ちるのだ。地獄へ甘き死の火が。お前を誘う哀れなる女の願い聞き届け、お前を冥府に送り届け。あなた誰？夜の翼、光の影に潜むもの、永遠なる存在。こんばんは、お嬢さん。やめて、来ないで。恐れるな。甘き死をお前に与えよう。身も心もとろける甘美な死を。いや、やめて。エレナ様、助けて。ただならぬ容器がこの屋敷全体を覆い尽くしている。そうなのか、バルキリー。なんだか心地よい匂いがするぞ。甘いフルーツの香りじゃ。気をつけろ。この香りには呪いが込められている。甘いようでもその正体は不死者の死の腐敗臭。嗅ぐ者の心を惑わし、幻覚をいざない、迷路に迷わせる。結界を張ってやがるってか。上等じゃねえか。私のそばを離れるな。用心して歩かなければ、いつまでも堂々巡りをする羽目になる。はい。やあ！おいおい、何やってんだジェラード。それは陶器の置物じゃねえか。ああ、壊しやがって。しかしアリューゼ、今確かに男が襲いかかってきて。幻覚だ、惑わされる。けどたまに本物の敵が現れるってことはないんですか、バルキリー。ビビってるのかい、ナウリー。僕はまだ戦士としての経験が浅いし、戦争には行ったけど下っ端の兵卒で、乗ってた船がすぐに沈没しちゃって。すみません。もっと自信を持て。何度も戦場で戦ってきた俺が保証してやる。お前には優れた戦士の素質が十分にある。物事には天賦の才が必要だ。才能のない奴がいくら経験を重ねても無駄なんだ。それはひょっとして議論の続きか、アリューゼ。わらわたちには過去の人生など関係ないというお前の主張の。まあな。では反論するが。道草を食ってる暇はない。急ぐぞ。バルキリー、ジェラード姫、アリューゼさん、みんなどこに行っちゃったんですか。弱ったな、はぐれたみたいだ。やっぱり経験は大事ですよ、アリューゼさん。場数を踏んでないと体が震えちゃって、満足に弓も引けない。けしからん、わらわを一人にするなんて。アルトリア国の王女をなんと心得おる。誰かおらんのか。おーい兄さん、兄さん、アリューゼ兄さん、僕だよ。ロイ、探したよ兄さん。急にいなくなっちゃうんだもの。ロイ、どうしてお前がここに。心配だったんだ、まさか死んだんじゃないかって。ああ、俺は死んだ。別のものとして生まれ変わったんだ。だから俺のことは忘れろ。そんな、僕に一人ぼっちでいろって言うの。俺にはどうすることもできない。全ては過去のことだ。お前との兄弟の縁も。薄情だな。兄さんはいつもそんな風に僕をほったらかしにして出て行った。僕のために金を稼ぐなんて言い訳だ。僕と一緒にいるのが嫌だったんだろう。そんなことはない。そうだよ、そうに決まってる。僕が不自由な体だから。そうじゃない。ひどいよ兄さん。
恨んでた。一生恨み続けてやる。そんなことして何になる。俺のことは忘れるんだ。俺はお前のことなど忘れた。だから消え去れ。いや、幻覚の野郎め、俺を騙そうったってそうはいくか。危うかったな、アリューゼ。もう少しで自分を見失い、呪法の迷路に引きずり込まれるところだったぞ。そうかい。お前の目に滲む涙、それが何よりの証拠だ。バカ言ってんじゃねえ。ジェラードとラウリーは引きずり込まれた。何？幻覚に惑わされ私のそばを離れた。修行の足りねえ奴らだぜ。みたいだな。生前の戦士としての経験の差が物を言ったようだ。生前の二人の心配はしないのか、バルキリー。大丈夫だろ。迷路といっても一時的な結界で、元を倒せばすぐになくなる。たかが幻覚ごとき、仮に実体が現れてもこの程度の結界ならば雑魚ばかり。今のジェラードとラウリーの腕であっても余裕で倒せるはず。良い修行だ。なんだこれは。治療。なぜだ。なぜ我が屋敷にこのような化け物が。おっ、動けば体が。エリナ、裏切り者、報いを受けるのだ。なんだと。お前の大切なものに死を与える。我が恨み思い知るがいい。お前はまさか。そんな。滅せよ不浄の者。はっ。お前は何者だ。まさか。この屋敷は不死者に呪われている。娘が危ない。まさかが。追いかけるぞ、アリューゼ。はいよ、バルキリー。まさか、まさかそんな。しかしあれは確かに亡き妻の声だった。化けて出たというのか。私の裏切りを許せず報いと言ったの。死を与えると。朝香を呪い殺すつもりなのか。妻よ、なぜそんなことをする。復讐なら私の命を奪うがいい。こんなくだらぬ命などいくらでもくれてやるのに。共に地獄に落ち、灼熱の豪華の中でお前に詫びを入れよう。だが朝香だけはやめてくれ。あの娘に何の罪がある。私に愛された罪か、愛されることが罪だというのか。罰するべきは愛の不在だ。お前を愛せなかった私の罪だ。妻よ、頼むからやめてくれ。やめてくれ、やめてくれ。キリがね、どこまで続くんだこの廊下は。そんなにでっかい屋敷でもねえのに。焦るな、アリュート。空間を歪めて作られた迷路だ。突き進めば必ず到達できる。さっきの男も迷路に迷って消えしまったのか。全然追いつけないぞ。いや、彼は生きた人間だ。この結界は私たちを牽制するために、迷うことなく進んでいるだろう。不便だな、死んだ人間も。呪法とは霊的な力だから、霊的な存在である私たちに強く作用する。あ、いたいた、アリューゼさん、バルキリー。こっちじゃ、早うお参れ。ラウリー、ジェラード、あいつ世話やかせやがって。おい待て、アリューゼ、そっちは。消えた、幻覚だったのか。クソ。全てはベリザ様のたもとへ。そう、ニエも契約者も全て。これで契約は完了した。
朝香、朝香、朝香、しっかりしろ、朝香、目を開けてくれ、朝香。ダメだ、朝香。私が犯した過ちのせいで、これも運命なのか、こうなるべく定められた運命だったのか。遅かったか。お願いだ、彼女を助けてくれ。お前は人の死を司る戦乙女なのだろう。もはや手遅れだ。何者も運命に逆らうことなどできはしない。運命だと？そんなもので全てが割り切れるものか！愛してるんだ。方法が全くないわけではない。何でもする！教えてくれ！冠婚の法。つまり、お前がその娘の身代わりになれば。だがそのためには、お前が死ななければならない。立場に縛られて、私は朝霞に何も言えなかった。貴族、身分、世間体、そんなものに縛られて、愛の言葉を口にすることができなかった。すべては運命だと、叶わぬ望みであるのだと、そう自分に言い聞かせ、諦めようとしていたのだが、クソくらえ！今になってやっと私は気づいた。運命などと、そんなものは欺瞞でしかない。現状に甘んじて生き延びようとする人間の浅はかな知恵に過ぎなかったのだ。私に今少しの勇気があったなら、全てを投げ捨てる覚悟があったなら、まさかもうこんなことには。頼む、やってくれ、冠婚の法を。私は自らの意志で選び取る。運命を否定する。エリナ様、一緒に行きましょう。ベリナス。おや、またしても幻覚か。薄汚い不死者の姿が見えるぞ。私は夜の翼、光の影に潜むもの、永遠なる存在、エルダーヴァンパイア。こんなところでエインフェリアと出くわすと迂闊だった。どうやら本物らしいな。お前か。呪法の結界を張ったのは、人の心をもてあそぶ真似しやがって。すべてはベリザ様のお力、存分に楽しんだか。ほざくのも今のうちだ。俺の名はアリウゼ、メイドの土産に覚えておきな。たわけ者が返り討ちにしてくれる。やあとやるじゃねえか、倒しがいのある野郎だぜ。私はがっかりだ。この程度で息が上がるとはな。なめるな！しまった！どうした？最初の勢いは。もう降参か？まだだ！貴様などに！利き腕を切られてどう戦うつもりだ？たとえ、満身創痍になろうとも！では死ね。すまねえ、ラウリ、ジェラード。当然のことですよ。仲間ではないか。でもよかった、偶然なんですよ。ジェラード姫に会ったのも、アリューゼさんを見かけたのも。まったくじゃ、また幻覚かと疑ったぞ。油断するな、敵はまだくたばっちゃいないぞ。貴様ら、不意打ちなど卑怯な手を。人聞きの悪い奇襲という立派な戦術だ。皆殺しにしてやる。お断りだ。レイヤーストーム！
ティブラスト。ベリータ様、フルーツの香りがしなくなった。結界が消えたんですね。バルキリーを探しに行こう。これは婦人の洋服ダンス。これか、呪いの源は。この泥棒猫、不死だらな娘が、汚らわしい。お前のせいよ、お前のせいよ、お前のせいで、あの人は闇の神よ、魔人ベリザよ、我が願いを聞き届けたまえ。憎き者は、その名はアサカ。死をもって報いとなし、不死者の毒牙にかけたまえ。汝の家としてアサカを送りたまえ。孫をことなき契約の証に我が血潮の滴りを捧げん。これなるは我が涙、これなるは我が恨み。アサカに死の報いをもたらしたまえ。ベリザの法事、血液を触媒として行われる簡単だが恐ろしく強力な廃人の下法。魔人ベリザが司るのは情欲、情愛、そして嫉妬。歪んだ愛の形か。バカな。天国のベリナス様、あなたが救ってくれたのね。自分の命を犠牲にしてまで私を。でもありがとうの言葉は言いません。こんな形で私に告白するなんてひどい人。涙も流しません。嬉しいからあなたに告白されて、本当の気持ちがやっと分かって、私泣きませんからね。あなたが捧げてくれた真心を大切にして強く生きていきます。もう自分を癒しんだりしない。私の魂はあなたが自分の命と引き換えにしてくれたほど素晴らしいものなんだから。私もう泣いたりしない。ありがとうも言わない。あなたに伝えたい言葉は一つだけ。愛しています、ベリナス様。会ってやらなくていいんですか、ベリナスさん。最後のお別れをした方が。いや、ラオリー、その必要はない。彼女の心の中にはすでに私がいる。そうじゃな、気丈な娘じゃ。それもこれも密かに育んできたベリナスとの愛に支えられたゆえか。思い出が人をたくましくする。楽しい記憶も辛い記憶も人としての成長に必要な心の糧じゃ。そうですね、ジェラード姫。反論はせんのか、アリューゼ。バルキリー、前に聞いた質問に答えてくれ。人の死を司る戦乙女のあんたならわかるはずだ。たとえそれが憎しみに満ちた過去であっても、切り捨ててはならないものなのか。さあ、アリューゼよ。人の死に関わるものであっても、
私は人間ではないのだ。わからんな。人としての生を受けたことはない。ああ、どうしたバルキリー。いや、何でもない。ヴェリナスの言葉で代弁しよう。以前の彼は全ての物事を運命によって定められたもの、自分ではどうしようもないことだと思い込んでいた。だが朝香の死に直面してその考えを変えた。愚かな思い込みだったと。自分の生き様は自らが選ぶものだと。そして彼は冠婚の法による死を選んで朝香を助けた。ヴェリナスはそれまでの過去を否定することで本当の自分になれたと言う。けれどそうなれたのも朝香と出会い朝香との絆があったからで、過去の戦いきさつが彼を目覚めさせたとも言える。答えになったかな、アリウス。僕と一緒にいるのが嫌だったんだろう。薄情だな、アリウゼ兄さん。結界迷路であった幻覚のロイの言葉、あれは俺の心だ。確かに俺は避けていたのかもしれん。休息の暇もなく戦地から戦地へと駆け回り、滅多に家へ帰れなかったのはロイと一緒にいたくなかったからだ。けれどロイ、俺はお前を嫌ってたわけじゃない。この世でたった一人の肉親を弟を嫌ったりなどするものが辛かったのだ。俺は僕が不自由な体だから。そうだ、不自由な体のお前が不憫で一緒にいると気がめいっちまって、お前が外出もせず一日中絵を描くことに没頭しているのは自分の不運な境遇からの逃避なのではないかと、そんな風に思えて、俺はお前を忘れたかった。戦場で戦い一時の修羅に身を委ね、生きるか死ぬかの思いだけで自分を満たしたかった。逃避していたのは俺の方だったんだ。そしてそれは今も変わっちゃいない。死んでからもなお俺は忘れようとしていた。死んだからこそ無理に忘れようとしていたんだ。ロイよ、一人残されたお前のことを思うと胸が張り裂ける。いても立ってもいられなくなる。だが死んじまった俺にはもうお前の面倒を見てやることができない。忘れるしかなかったんだ。ロイよ、俺は見守ってるぞ。兄弟の絆は切れることなく強く結びついてる。だから忘れるな、俺のこと。俺もお前を忘れない。決して愛する弟よ。アリウゼ、お前ひょっとして涙ぐんでおるのか。うるせえ、殴るぞ。おセンチか、何やら思い出して。人の子じゃのう、お前も。おいバルキリー、先を急ごうぜ。次はどこだ。ヴァンパイアどもの巣窟か、それともエインフェリアの仲間でも探しに行くか。こらこら、話をそらすな。まあまあジェラード姫、あんまりからかうとアリウゼさん本当に泣いちゃいますよ。おいてめえラウリー愉快な連中だな。よし行こう。次はアサカ。
お前はよく私も。お許しください。お許しください。お許しください。どうしたんだよ、朝香。そんなに息を切らして。ああ、ベリナス様。よかった。髪をこんなに乱して、それに服も汚れている。もしかして、転んだのか？怪我はないか？はい、大丈夫です。一体何があったというんだ？足音が。足音？誰かにつけられて。何？まさか盗賊？それとも人さらいか？いえ、あの。どうした？そんな気がしただけで、私の勘違いかも。あ。それでつまずいたのか。慌て者だな、朝川。しかし、怪我がなくて何よりだ。お前に万が一のことがあったら、こんな夜遅くに急用だったとはいえ、使いに出した私が悪かった。許してくれ、朝川。そんな、ベリナス様、もったいのうございます。さ、着替えておいで。今夜はもういいから。言えない。ベリナス様にこんなこと。死んだ奥様の声が聞こえたなんて。この泥棒猫！不死だらな小娘が、お前がベリナスを誘惑したんでしょう。私にはわかるのです。ベリナスがお前を見つめる目、お前がベリナスを見つめる目。知ってたのか。うん、だからお母様があなたのことは忘れろって。そう言われても仕方ない。そんなこと言わないで、待ってるから。ここに来ればあなたの居場所を感じられるもの。ううん、居場所だけじゃないわ、ラウリーのことだって感じられるから。まるで一緒にいるみたい。リリア、僕は死なない。だから待っていて。うん、戻ってきたら結婚しよう。ラウリー、今日ね、お母様がお見合いの話を持ってきたの。もちろん断ったわ。身分とか家柄とかそんなことばかり延々と私に言って聞かせるの。バカみたい。いや、こんな女聞きたくない。止めて、誰か止めてよ。やだ。あなたが死んだなんて信じられない。ラウリー、ごめん、メリア。僕はずっと見守っているから。バルキリーは僕に言いました。人の死は残された者にとってその絆が強く、兵士や傭兵たちの欲望がなした結果だ。彼らを責めてるわけじゃないさ。かつての俺もそうだった。俺はただ自分の力を誇示して他人との優劣を比較したいがために、大義だの正義だのという信念もなく戦いに身を投じていたのだから。だが俺たちは死んだ。生きていた頃の己の愚かさに振り回される必要はもうないんだ。エインフェリアとして生まれ変わらなければならない。だからジェラード、お前もお姫様気分を早く捨てることだな。父親である国王のことも忘れろ。そうでしょうか、アリウゼさん。忘れることが、生きている人たちへの思いを捨てることが、僕たちにとって本当に必要なんでしょうか。わらもラウリーに同感じゃ。わらわを育て可愛がってくれた父上の恩を忘れることなどできはしない。
王女としての誇りを捨てることなどできん。僕にもできません。愛する人を忘れることなんて。遅いなあ、ラウリ。約束したのに。ごめん、ミリア。また。ううん、いいの。私ここが好きだから。それよりほら、こうやって木々が揺れる音を聞いてみて。森全体で鳴ってると、まるでさざ波の音みたいでしょ。気にしたこともなかったな。ま、樹海って言葉もあるしね。うん。だからラウルにここに来てほしかったの。どうして？海に行くんだよね、兵士として。戦争に。ファイナリティブラストバーストうわ。大丈夫かラウリー。平気です、ジェラード姫。なんとか。傷は浅いぞ、しっかりしろ。すみません、アリューゼさん、足手まといになっちゃって。気にするな、鼻からお前の戦力は当てにしちゃいないぞ。言い過ぎだぞアリューゼ、ラウリーは戦いに慣れていないだけじゃ。危ない。油断するな、みんな。敵はまだいるぞ。すまぬ、バルキリー。どうやら戦いに不慣れな者がもう一人。ふん、ニーベルン・バレスティやっと片付いたか。思ったよりもレベルの高い敵であったな。言い訳か、それは。違う。いい加減にしろ、二人とも。この洞窟にはもう不死者はいない。次へ行くぞ。おう、そうしようぜ。こんな陰気な場所はうんざりだ。早いとこお天道様拝みてえや。する者同士の目だということが汚らわしい。いつからなの、いつから二人はできていたの。お許しください、奥様。決してそのようなことはありません。どうか安らかにお眠りください。いつ見てもいい眺めだな、ラウリー。空の上ってのはよ、このミッドガルトの大陸が生きてた頃は無限の広さに思えた世界が、こんなにちっぽけに見える。本当ですね、アリューゼさん。気持ちがいいな。まったくじゃ。コリシキの広さの土地を、どうして我がアルトリアだけで収めることができぬのか。不思議なことじゃ。何がおかしい？まだお姫様気分でいるのか、ジェラード。俺たちはもう死んでるんだぜ。だからなんじゃ。生きていようが死んでいようが、わらわがアルトリアの王女であることに変わりはない。国葬をもって弔われ、命日ともなれば進化の者たちはもちろん、国民こぞってわらわの冥福を祈ること、長き将来まで及ぶぞ。そりゃごたえそうなことだ。疲れるだろうな、家来も国民も。娘を亡くした国王の自己満足に付き合わされて。アリューゼ、わらわばかりか父上まで愚弄する気か。その不敬な態度、万死に値するぞ。万死も何も俺たちはもう。黙れ黙れ黙れ。頭を冷やせ、ジェラード。俺が言いたいのは、死んでしまった俺たちに生きてた頃のしがらみなんかもう関係ないってことさ。見ろよ、下界の有様を。国土は乱れ、農地は荒廃し、
難民と親を亡くした孤児たちと食うに困って盗賊に成り下がった者たちで溢れてる。国王や貴族どもの野心と